ジーダこと、ネウソン・デ・ジェイズス・シューバは、ブラジル・バイヤ州、イララー出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。元ブラジル代表。1993年シーズンに、地元・バイヤ州の EC ・ビトーリアでデビューし、頭角を表す。ビトーリアに1シーズンだけ所属した後、クルゼーロ EC に移籍し、1995年から後、シーズンにわたって、政治 EK として活躍。 そして1999年にはコリンチャンスへ席を移した。そのコリンチャンスでは2000年にサンパウロとリオデジャネイロで行われたフィファクラブ世界選手権で優勝を果たした。決勝では同じブラジルのシ r アールバスコダガマと対戦し、PK 戦までもつれた末に4から3で下し、優勝に貢献した。またコリンチャンスでは PK8 回連続ストップの偉業を成し遂げている。ミランでの G がその直後に AC ミランへの移籍を果たすが2000年から2シーズンでリーグの出場試合はわずかに1。イタリア語でのコーチングがままならず、コリンチャンスへ戻されてしまう。しかし1シーズンもかからないうちにミランに復帰。復帰直後の2002から03シーズンにはクリスティアンはアッピアーティからレギュラーをダッシュ。 カルロ・アンチェロッティ監督の信頼に応えてリーグ30試合に政治 EK として出場。リーグは3位で終えたものの UEFA チャンピオンズリーグとコッパイタリアの2冠を達成。チャンピオンズリーグ決勝ではユベントスとの PK 戦で自身のセーブ、相手のミス合わせて3度シュートを防ぎ、3から2で勝利をつかんだ。 翌2003から04シーズンもリーグ32試合に出場。圧倒的な強さでミランはスクレットを獲得し、ジーダも大きく貢献。2004から05シーズンには再びチャンピオンズリーグ決勝の舞台を踏み、3から3の同点で再び PK 戦になるも今度はリバプール FC のイエジーデで国、主役の座を奪われる格好になり、ビッグイヤーを獲得することはできなかった。 ちなみにこのシーズンの準々決勝対インテル第2戦では、試合展開に起こったホームのインテルサポーターが投げた発煙筒ガジーガを直撃、これが原因で試合は没収試合となった。本人もトラウマになったと語っている、この事件以降、事件の後遺症なのか、それまでの安定感が嘘のように、好不調の波が激しくなり、致命的なミスや負傷が増えた。その結果、 2007から08シーズン途中からは、ジェリコ・カラッツに、セイジー・の座を奪われた。2008から09シーズンは、カラッツも、精裁を欠いたプレーを連発していたが、肝心の調子は上がらず今度は3シーズンにわたる、レンタル遺跡から復帰したアッピアーティにポジションを奪われた。その後、アッピアーティの故障により、ポジションを奪い返すと2009から10シーズンも、 序盤戦は制裁を変えて、マルコ・ストラーリの控えであったが、ストラーリが負傷すると、政治家として復活を遂げた。2010年に、ミランを退団。2012年5月24日、ポルトゥゲーザに加入することが決まった。2012年12月19日、グレミヨに移籍ブラジル代表 GKG がブラジル代表としては、1993年の、 ワールドユース選手権でレギュラーとして優勝に貢献。1995年7月10日に行われたコパアメリカ1995のエクアドル代表戦でデビューしたが、クラウディオ・タファレルという世界的名手の前に出場機会は巡ってこなかった。タファレル引退後もマルコス・ロベルト・シューウベーラレースの控えにアマンジ日韓、ワールドカップ優勝を経験するも自身は、 出場機会がなかった。2003年からはようやくセレソンの政治 EK に定着。ドイツワールドカップでは政治 EK を務めた。しかし、その後はリオ・受理をせざるなどの対等によって出場機会を失った。長きにわたってミランの守護神を務めた。以前は安定感のなさが指摘されていたものの、徐々に改善され、2002年から2005年頃までは、 ジャンルイジブフォンに並んで現役最高の GK と称された。身体能力が高く反応の速さが最大の武器でハイボールにも強い。しかし彼の代名詞といえばやはり PK ストップで阻止率も高い。足をゴール中央に残して長い腕でサイドをカバーする独特のスタイルである。コーチングも極めて的確である。ただ飛び出しは あまりうまいとは言えず、特に1996年アトランタオリンピックの対日本戦において、味方 DF のアウダイールと衝突してしまい、倒れている暇に伊藤テルエッツにゴールを決められてしまった。また、守備範囲の狭さをたびたび指摘されている。2006から07シーズンに入ると、判断ミスでしばしば失点を犯したことで評価を急激に落とした。ありがとうございます。